はい、今回2024年9月号のダイハツの最新納期で新型車の情報、リコール情報、まあ最新納期の前ですね、新型車の情報、リコール情報からで、直近で7月5日のですね、グランマックスのリコールで、トラックの方ですね、対象生産期間が令和2年9月11日から令和5年12月19日まで、不具合内容がバッテリーの固定具において、開発時の検証が不十分であったため、後方から衝突を受けた際に、バッテリーが過度に移動するとともに、固定具が外れて、バッテリーが所定の位置に保持されない恐れがあって、修復内容の方は全車両、バッテリー固定具を対策品に交換し、バッテリーストッパーを追加。で、認証不正問題に関してはですね、もう一旦解決した形ではあったんですけどね。まあ、5月6日にコペン、ジアスポーツの方もですね。で、27日にはキャンパスの方が生産再開。で、7月17日にはロッキー、ライズハビットの方が生産再開始まってですね。で、すでに車の納期は正常化していて、8月にはですね、フル生産が可能になって、7月下旬には生産台数が認証不正発覚前の水準に戻ったと、ダイハツ側が発表して、で、7月26日に認証試験に関わる法規認証室の人員をですね、去年の1月と比べて7倍の増員をですね、計画することを発表して、で、新車開発プロジェクトが今回の件によってですね、大幅修正、新法規対応車となってですね、満たしている車種と満たしていない車種に置かれていて、新法規を満たしている車種に関しては3車種、ムーブキャンパス、タント、ミライズですね。人気車の3車種が新法規対応車となっていて、残りの車種に関しては新法規を満たしていなくて、10月末からですね、タフトなど8車種以上が生産停止することが判明して、まあ去年の不正問題からですね、ようやく今年生産再開したのがまた秋になって生産停止することが判明してですね。で、その10月末からの生産停止期間について車種によって違っていて、一番短いのがハイゼットカーゴで、ロッキーライズですね。1週間で。で、その次がタフト3週間。で、その次がトールルーミー5週間で、コペンが7週間。で、一番長いのがハイゼットトラックで半年ですね。6ヶ月となっていて、ダイハツ車だけなくて、OEM 車ですね。トヨタとかスバルとかも関係してきてですね。ただ今回の件について、受注への悪影響を最小化するため、各停止期間の短縮もですね、検討しているということなんで、先ほど紹介した停止期間の方ですね、短くなる可能性も十分あって、で、新型車の情報としては、まあ K ハビットのですね、開発を中止したりと、で、軽商用車 EV が来年春に発売予定、まあトヨタ鈴木との共同開発者ですね、エブリィ EVの OEM になる形ですかね。ハゼット EV として登場予定で、ライバル車ホンダ N バー E とか、日産クリッパー EV、三菱のミーキャブ EV ですね。ライバル車となっていて、で、その軽商用車 EV の発売時期あたりですね、ようやく新型ムーブの方も発売されるっていう情報で、2025年春ですね。で、あとはトールの方が、当初2023年秋に発売予定だったのがですね、2027年6月以降に延期して、4年近くですね、発売が延期することが判明して、あとは2代目コペンとかロッキースペースに関する詳細な情報はですね、今のところ入ってきてはなくて、まあミライースもモデルチェンジ期だと思うんですけどね、現行登場しても7年ですね、経過してきて、はい、では続きまして9月からのダイハツの最新納期、
はい、2024年9月号のダイハツの最新納期で、先ほど紹介した通りですね、法規対応の関係で10月末から生産停止に入る車種を中心にですね、オーダーかけない状況になってきているみたいで、でまずは副車用車からで、タントスローパーお問い合わせください、でアトレスローパーお問い合わせください、でタントウェルカムタンリフトお問い合わせください、副車用車オーダーかけないのか、トールシートリフトお問い合わせください、でタントウェルカムタンシフトがお問い合わせください。もしかしたらですね、ギリギリオーダーかける車種も合うかもしれないですけどね。あとは在庫車ですね。で続けて貨物車、アトレーオーダーかけるんですね。アトレーが11月下旬で、ハゼットトラック10月中旬で、確かハゼットトラック生産停止になったんですね。期間が長めだったと思うんで、早い段階で生産停止に入る前ですね、契約した方がいいかなと思いますけどね。でハイゼットカーゴが11月中旬で、アトレですね、若干納期が短めで、所有者オーダーかけるんですね。で普通車、小型乗用車で、通る10月下旬。だ、OEM 先のですね、トヨタ、ルーミー、あとはスバル、ジャスティンの方ですね。オーダーかける可能性が高くて。で、ロッキーがガソリン車、ハイト車ともにですね、11月中旬。確か、ライズオーダーかけなかったと思うんですけどね。あとはスーバーで言えばレックスですね。レックスガソリン車、ダイハツのトールロッキーですね、オーダーかけるみたいで、で軽移動車コペンお問い合わせください。なんで GR コペンの方もですね、確かオーダーストップになっていて、でミライスもオーダーストップになっている可能性高いですよね、受注停止。でタフトがアイスタイナしかかわずですね、11月上旬で、ムーブキャンパスがオーダーかけて、ダイハツにしてはですね、若干納期長めで、すでに年内納車可能そうで、12月上旬ですね、アイスタイナしかかわず12月上旬で、この表記プラス2週間ぐらいですね、納車という形で。でタントがお問い合わせくださいになってますね。確かタントは新法規対応になってて、生産停止な可能、生産停止にはならなかったと思うんですけどね。でタントファンクロスの記載がなくなってますね。まもなくライバー車の、スズキで言えばスペーシアギア、ホンダで言えば NBOX ジョイですね、発売予定で、あとデイカミーもですね、タントファンクロスのライバー車となっていて、全体的に見たら納期の方はそこまで変わってないですけどね。やはりオーダーかけない車種が増えてきているのか、お手合わせくださいという車種が増えてきてですね、副車用車と軽自動車の一部ですね、普通車と所有者の方ですね、オーダーかけるみたいで、動画紹介する方にはオーダーかけなくなっている可能性もありますけどね。はい、今回2024年9月号のダイハツの最新納期で、新型車の情報、リコール情報について紹介しました。